どうも皆さんこんにちは、中本です。よろしくお願いします。ということで本日もですね、インスタグラムの方で募集しました皆様のお悩みをですね、僕がですね、人生で何も成し遂げたことがない僕がですね、皆様のお悩みをポポポンと答えていきますのでよろしくお願いします。皆様から集めたお悩みがですね、そろそろ切れそうなので、インスタグラムのストーリーで、募集したいと思いますので、皆様インスタグラムのフォローをインスタグラムでよろしくお願いいたします。ということで本日はそんなにね前置きで喋ることないんで本日も早速よろしくお願いいたします。中本に悩み知られるのが恥ずかしいです。これってこっちのアイコン見れてますか？くだらねえよ。人生って何なんですか？CQ 映画です。どうしても更年期の看護師長の倒し方が知りたいです。注射を眼球にピューングーン、聴診器で首をグーン、カルテで頭パーン。可愛くても彼氏ができない人はどんな人ですか？どんな人って、これモテる人でしょ。だって可愛いんだからいつでもできるんですよ。いつでもできるから別に無理やり作ろうとしないんですよ。そんなね相手のこと気にするぐらいならね、自分の人生頑張ってください。彼氏が約束守りません。カース。人脈を広げられないこと、これはですね、もう自然にできますよ、人脈なんてね。もう自然になんかもう友達とか、まあ周りになんかそう知り合いとか増えていくんでね、その無理やり作るもんじゃないんでね、そんな口癖が人脈、人脈、人脈が人脈がっていうやつほど信頼できないんでね、その人脈が人脈がって口癖で足元見て、尖った靴履いてたら本当気をつけてください。大学生の恋愛ってどんな感じですか ?10 組に1組は鎌倉着物デートします。19歳差のカップル、周りにどう思われてるか不安です。自分が思ってるほど誰も興味ないです。1月1日から彼氏と連絡が取れません。2021年とともにさよならされたのでしょうか。そうですね、大掃除の対象だったんでしょうね。中村さんの後ろにいつも立っている白い服を着た女性は誰ですか。これきついぞー。これ言ってくる人きちー。これきついぞー。これきついぞー。春から高校生、高校が楽しみすぎて期待外れだったらどうしよう。楽しくないっすよ。22のいとこが性的に見てきてキモい。人の気持ちがわからない。わかりました。じゃあ概要欄にこちらの動画貼っておくので見てください。彼氏がバカすぎてホワイトデーで他の女にも手作りチョコあげてたこと。かわいい。彼氏の服がダサい、ただ高学歴なだけということで。だけって高学歴すごいですけどね。服なんてどうにでもなりますからね。でも彼氏さんあれですか、もしかしてショルダーバッグあるじゃないですか。ショルダーバッグって普通こう長さね、長さここぐらいでしょ、ここでこのバッグがあるみたいな感じでしょ。もしかして彼氏さんあれですか、こうショルダーバッグの長さ、こう長すぎて長すぎて長すぎてこの地面に擦りつけながら歩いてるみたいな限界ショルダーバッグ使ってます。彼女のことは好きですが顔がタイプじゃありません。私可愛いって聞かれた時に困ります、ということでね。これはもうちゃんと言った方がいいと思いますけどね。ちゃんと正直に言った方がいいと思いますけどね。その彼女のさんのことが好きなら絶対言った方がいいと思いますね。ちゃんとこうやってね、目見て、ちゃんと彼女さんの目見て、ねえねえ聞いて、ねえねえ聞いて、あのね、何々のことは好きなんだ、本当に好きなんだ、でも顔は1ミリも可愛くない、うん、1ミリも可愛くない、ちゃんと 100% 中身で好きになった、うん、うん、安心して安心して、浮気もしない、浮気も絶対しない、だって好きなんだもん。顔は1ミリ可愛くないよ。顔は1ミリ可愛くないって。メンタル強くなる方法ありますか？スクランブル交差点練り歩き全裸で。もう少しで短大生なのに身長が141センチ前半で、店員さんや地域の方から小学生と間違われること、聞いてください。まず小学生と間違われる、地域の方からという表現で小学生が見え隠れしています。まあそんなことはどうでもいいんですけど、あなたに伝えたいことがあります。社会に出たら、世の中に出たら、童顔好き、ロリ好きの男性は、星の数ほどいます。僕も、その中の一人です。むっちゃおなら出そう。これ出した方がいいですよ。やっぱ体のためにもね、おなら出した方がいいですよ。でもこういう経験ありませんか？なんか学生時代に、なんか全校朝礼とかで体育館に集められてる時に、こう、体操座りしてる時にすっごいおならしたくなりません？でもこう出せないみたいな、こっちにもなんか、違うクラスの女子、でちょっと恥ずかしいみたいな思春期なんでね。でもこうやってした、やばいっつって、で、こうやってこうして、こう腰痛とか言って、こう、でも出そうかでも出せないみたいなで、こう友達喋りつつね、やばい、ちょっとおなら出そうとか言ってね、で考えたさはですね、こう腰痛っつって、でこの上靴のキュッとという音とともにこうスカシッペするみたいな、こうやって腰痛ってキューッみたいな、でそれでね、スーで終わったかなと思ってね、いやさっきスカシッペしちゃったとか言ってさ、はーとか言って落ち着いたなと思ったら、お尻の穴が一つしかない。皆さん行きますよ、いつもの行きますよ、せーの、 3P に選ばれし者。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。